キング・エドワード7世級戦艦は1903年から1905年にかけてイギリス海軍により建造された純土急戦艦。本級の副砲に採用された23.4センチメートル単素砲塔の写真。皇天の中、波浪をついて航行する本級の写真。本級は当時急成長を遂げていた日米独の艦隊に対抗するために建造された。 日米艦隊については、艦隊の規模は英国よりも小さいものの後の日本海海戦で有用性が証明される複法が従来に比べ増強されており、英国もこの重要性を認識していた。このために主砲の大口径過と同時に複法の増強が図られた。本級の複法の設計はマジェスティック級戦艦の他にいずれも6インチ砲を備えるカノープス級、ホーミダブル級、 段階級などを参考に決定された。本級は中間法に走行巡洋艦でも広く採用された9.2インチ速射砲を採用し、さらに速射性能も向上させた。揺れる頻度スタンの写真。新型機関による速度性能については問題はなかったが、英国戦艦として初めて平守田を採用し、 旋回性能で良好な結果を示したが、その反面船体の還元が低く、重心も低かったので少し海が荒れると、ローリングの周期が短くなり、巡洋艦のように揺れ、よろよろ8隻組、揺れる8艦隊なる不名誉なあだ名を頂戴している。ボイラーには、英国海軍の戦艦で、初めて重油噴射式の石炭、重油根性艦が採用された。これによって、 ボイラー圧を容易に上げることができるようになり、加速性能が向上した。しかし1906年にドレッドノートが建造されたことで、キング・エドワード7世級は早々と時代遅れな艦となってしまった。コモンウェルスについては1918年に近代改装が施され、宝珠の練習艦として利用されている。本級に属する艦はすべて第一次世界大戦に参加した。 沈没を免れた艦についても1920年から1921年にかけて除籍された。世界の艦船増艦第30種イギリス戦艦誌、ウィキメディアコモンズには、キング・エドワード7世級戦艦に関するカテゴリがあります。ありがとうございます。